2回にノーアウト三塁一塁のチャンスをつかんだ板野は7番太田が池田の先発真鍋からレフト前ヒットを放って1点を先制します。これで勢いづいた板野は4回ワンアウト三塁から先制タイムリーで気をよくしている太田がまたもやレフト前へ弾き返して2対0。このあと着々と追加点を奪った板野に対し池田は9回代打の柏地が初球をレフトスタンドへ運んで2点差に迫ります。しかし5年ぶりの出場を狙った池田、板野の先発東川に対し5安打ではお手上げ。板野はついに池田の壁を破りました。春の選抜では優勝した天理にサヨナラで敗れた徳島商業は4番加藤のタイムリーなどで5回までに4対0とリードを奪います。また徳島商業のエース中山も鳴門工業に付け入る隙を与えない抜群のピッチングを展開。完全に試合の主導権をつかんだ徳島商業は8回に2番中山が特大のタイムリースリーベースを放つなど2点を追加し6対0ダメを押します。追いつけない。今バックホームはされません。9回中山はこの試合初めての連打を許しましたが得点を与えず、投打のがっちり噛み合った徳島商業が春夏連続出場を決めました。17回目の夏甲子園決めました。